はい、おはようございます。今日はね、ラーメン屋さんのチャーシューを作ろうと思って奮発して買ってきました。こっちはね、豚肩ロースで、こっちが豚バラ。これを丸くしてラーメン屋さんのチャーシューを作る。今日じゃあ早速やってみる。豚肩ロースはもうこのままやろうかな。問題はこれですよ。これをまあこう巻いていくんだけど、こんな大きい。頑張ってこう巻いて作りますんで、タコ糸で固定するんで、最初の輪っかの部分だけ、まあ、ちょっと輪っかを作ってできるだけ綺麗な形にしたいんだけど、もったいないからね、いらない部分を取るとかいうのちょっとやりません。でこっちの薄い方からこう巻いていく。できるだけこうきつくね巻いていく。形をここで綺麗にしないと綺麗なチャーシューできないからね。こんな感じ。まあちょっとね、形をしっかり整えるのがすごく大切。まあペタ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 触っちゃうけどいいんだよ。一回茹でこぼすから。タコ糸を糸の長さに切って、そんなにいろいろ何度も何度もやってる人は上手にできるんだろうけど、それ邪魔だな。そんなにねこだわる必要、そんなにねそこまで細かくやってるとめんどくさすぎるんで。でこっち側もね、こっから出てこないようにこんな感じでしっかりとね成形してやれば OK。 タコ糸の巻き方とかね、まあ、その辺はある程度これで OK。 茹でこぼすのがポイントだから、これ入れちゃう。もん鍋が小さい。まあいいや。そうするとこうやってアクが出てくるから、これがまあ、汚れだよね。うわっ、ちょっと火を弱くしないと。60分経ちました。油がかなり浮いてます。このスープはもったいないからね、ちょっと捨てない。醤油結構大量に使うからね、お得用のやつがいいね。こういう醤油と酒と水、まあ1対1対1ぐらい。ザラメ、まあ大体半カップぐらいかな。はい、できた。下茹でで60分で、こっちで30分で合計1時間半。一回冷ますから、ちょっと明日の朝かな、それまで漬け込んでおきましょう。おはようございます。というわけでまたね、早朝から撮ってます。こちら煮汁は使えるんで、まあ、この煮汁を使ってね、またちょっと動画も作っていこうと思ってるんだけど、これは取っときましょう。もったいないので。はい、まだねタコ糸は取ってません。この状態でちょっと焼き色をつけていく。よし、こんなもんでいいや。はい、今回はね豚肩ロースと丸いチャーシュー、タコ糸を取ってきます。よし、できた。それじゃあまずね、豚肩ロース切ってみよう。肩ロースの方がね値段も安いし、脂身がねそんなにないんで、こっちの方が好きな人もいる。じゃあ今度こっち、ここ出っ張ってるところをね、こう形を整える。まあこんな感じ。これはちょっとまあラーメン用に作ったんでね、めちゃめちゃうまい。豚肩ロースも食べたんだけど、ちょっとこっちはねラーメンに使いたいから今日は食べない。豚の臭みも何にもない。すごく香ばしくてね。でこれ余ったらね、まあ早く食べた方がいいんだけど、食べれないのでちょっと冷凍しとけば OK だ。